逃げ道はないよ。よっ、頼んだわよ。はっ。ピャッ。風神。まずい、角笛の音。きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。あれって火薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。考えるべきよ。これはリサさん。そうだ、先図書館。